こんにちは、リリナナです。以前に大きなクマちゃんということで30センチぐらいあるこちらのクマちゃんを作らせていただいたんですけども、今回は耳だけ変えてウサギちゃんを編んでみました。で、耳だけ変えただけなので他のパーツはすべて同じになっています。もしウサちゃんも作りたいなという方はぜひ編んでみてください。はい、では材料です。今回はダイソーさんのメランジトリコ、カラーナンバーが MT2 ライトベージュを使用していきます。こちらはアクリルが 100% 約 50g 約 90m、 使用かぎ針が 5mm から 6mm、 かぎ針だと8号ですね。で、標準ゲージが16目21段となっています。かぎ針は7号針の 4mm を使用していきます。で、お好きな糸をお好きな針で編んでみてください。で、今回はウサちゃんの耳だけの編み方になります。他の部分、顔、体、手足、あと足、尻尾と口元はクマちゃんと同じ編み方になるので、そこは省略させていただきます。以前編み方を出しているので、そちらをご確認ください。では、ウサちゃんの耳を編んでいきます。今回も立ち上がりなしで編んでいくんですけども、立ち上がりなしが苦手だなという方は、立ち上がりをつけながら編んでみてください。立ち上がりなしで編む方はマーカーをつけながら編んでみてください。では、指に2回巻きつけて指から外します。輪の中に針を入れて糸を持ってきます。このまま一度鎖でキュッと引き締めて、ここから立ち上がりをせずに細編みを4目編んでいきます。輪の中に針を入れて糸を持ってきます。2本取って細編み1目、2、3、4、4目編めたら輪を引き締めます。糸端と同じところから出ている糸を引っ張って、で、糸端を引っ張ります。最初はあまりギュッと引き締めすぎない方が編みやすいかなと思います。4目しか入れていないので、最初ちょっと編みにくいかもしれないんですけども、頑張って編んでみてください。針を戻して、これで1段目が編めました。次は2段目、すべての目に増し目をしていきます。最後の目から数えて4目目、1、2、3、4、4目目の頭に針を入れて糸を持ってきて、このまま細編みを編みます。引き抜かずに2本取る。これが1目目になるのでマーカーをつけておきます。同じ目に針を入れて細編みを1目、1つの目に細編みを2目編みました。で、他の3目も2目ずつ細編みを編んでいきます。細編み2目、隣も細編み2目、次も細編み2目、全部で8目になりますね。で、これで2段目が編めました。2段目編めたら、もし中心が結構緩んでいたらギュッと引き締めておきます。次は3段目、3段目は増し目細編みと編んでいきます。辺の編み方と同じになります。マーカーがついているところから針を入れて糸を持ってきて、このまま2本取ります。マーカーをつけておきます。で、同じ目に細編みを1目増し目をします。で、次は細編みを1目で、これを繰り返します。増し目、細編み、あと2目、同じように2回ですね、増し目細編みと編んでいきます。はい、増し目細編みと最後まで編んできました。
これで3段目が編めました。で、横から見るとこんな感じになっているので、こっちが表になります。なので糸端がついている方はちょっとキュッと奥に入れてあげて、見ながら編んできた方が表になるように編んでいきます。次は4段目。4段目は細編み増し目細編みと繰り返します。マーカーがついているところからいきなり細編みですね。立ち上がりをする方は引き抜いてから細編みを編んでみてください。で、次は増し目、1つの目に細編みを2目、で次は細編み、これを繰り返します。細編み、増し目、細編み、細編み、増し目、細編みと最後まで編んでいきます。はい、細編み、増し目、細編みと最後まで編んできました。これで4段目が編めました。で、次は5段目。5段目は3増し目と繰り返していきます。マーカーがついているところからまずは細編みを1目マーカーをつけて、細編み3目なので今1目、で次2目、で次3目、で次は増し目をします。1つの目に細編みを2目、でこれを繰り返します。細編み3目、1、2、3、で次は増し目、1つの目に細編みを2目、3増し目と最後まで編んでいきます。はい、3増し目と最後まで編んできました。で、これで5段目が編めました。で、次は6段目。6段目は増減なしで細編みを編んでいきます。1つの目に1つずつ細編みですね、全部で20目あると思うので20目増やしたりせずに細編みを編みます。はい、細編みを増減なしで最後の目まで編んできました。で、これで6段目が編めました。で、このあたりでもし中心の糸端が気になる方は糸処理をしておいてください。でも隠れてしまうところなので糸処理しなくてもいいなという方はしなくても大丈夫です。これはお好みで、最後まで編むとちょっと長い耳になっているのでひっくり返すのが大変だと思うので、このあたりで糸処理をしちゃいます。大体で大丈夫です。隠れて見えなくなるところなので。糸処理をしたらひっくり返して、次は7段目。7段目は2増し目2と繰り返していきます。まずは細編みを1目編んだらマーカーをつけます。で、次も細編みを1目、次は増し目をします。1つの目に細編みを2目、で次から細編みを1目ずつ2回ですね、2目、これを繰り返していきます。細編みを1、2で増し目で、また細編みを1、2、2増し目に、2増し目にと最後まで編んでいきます。はい、2増し目にと最後まで編んできました。で、これで7段目が編めました。で、次は8段目。8段目から18段目は増減なしで細編みを編んでいきます。マーカーを一番最初つけながら、1つの目に1つずつ18段目まで増減なしで細編みを編みます。
はい、18段まで細編みを編んできました。次は19段目。19段目は2減らし目2というのを繰り返していきます。最初の目から細編みを1目、マーカーをつけます。で次2段目で、次は減らしていきます。2目一度をしていきます。次の目に針を入れて糸を持ってきます。このまま左隣の目に針を入れて糸を持ってきて3本一気に引き抜きます。2目を1目にしました。で次は細編みを2目、1で次の目2で、これを繰り返していきます。1、2で2目一度減らしていきます。で細編みを2目、2減らし目2と最後まで編んでいきます。はい、2減らし目2と最後まで編んできました。これで19段目が編めました。次は20段目。20段目は増減なしで編んでいきます。1つの目に1つずつ減らしたりせずに細編みをぐるっと1周編んでいきます。はい、ぐるっと1周増減なしで細編みを編んできました。これで20段目が編めました。次は21段目。21段目は3減らし目というのを繰り返していきます。細編みをまずは1目、マーカーをつけて、で次2目、3目、3目編めたら減らし目をします。2目一度で、これを繰り返していきます。細編みを1、2、3で減らし目、3減らし目と最後まで編んでいきます。はい、3減らし目と最後まで編んできました。これで21段目が編めました。次は22段目。22段目、23段目は増減なしで細編みを編んでいきます。マーカーをつけながら一つの目に一つずつ減らしたりせずに23段目まで編みます。はい、23段まで増減なしで細編みを編んできました。で、これで終わりになるので、マーカーがついている一番最初の目に針を入れて、糸を持ってきて、このまま引き抜きます。で、そしたら縫い付けるので、ちょっと長めに残して、で、糸をカットします。で、このまま糸を抜いて、キュッと止めておきます。で、メランジトリコで私の編み癖の場合だと、だいたい12センチぐらいの大きさになっています。使う糸とか、あとは人の編み癖によって多少変わってくると思うんですけども、このくらいの耳になりました。で、同じものをもう一つ作っておきます。で、あとはクマちゃんと同じように、顔と体、手足と口元と尻尾も、それぞれ全てのパーツを編んでおきます。では、すべてのパーツが揃ったら耳をつけていきます。で、耳はどこでもいいし、好みにもよるんですけども、私の場合だと、このお顔があって、お顔の中心ですね、編み始め。ここからぐるっと編んでいるんですけども、編み始めをなるべく上にして、で、この1段目、くるっとある1段目の両サイドにまずは耳の端をつけていきます。糸はなるべく外側の方が縫い付けやすいかなと思うので、この中心のちょうど真ん中あたりにまずは待ち針で留めます。
で、そしたら私は一番上から数えて4段目あたり、1,2,3,4、4段目あたりにこの糸端が出ているところを持ってきます。1,2,3,4 段目と5段目の間あたりですね。で、こっちも真ん中あたりに端をつけて、1,2,3,4 4段目と5段目の間にこう半分に折るような感じで、1,2,3,4で、こんな感じでつけていこうかなと思います。もうちょっと離したい方は離していただいて大丈夫です。で、結構縫い付けるとこう位置が変わってきてしまったりするので、少し微調整をしながらしっかり待ち針で留めてあげると安定してつけられるかなと思います。真ん中はこう半分に折るような感じですね。ぴったり折るのではなく、少し隙間を開けるような感じでつけます。これも好みで大丈夫です。どのお耳が可愛いかなっていうのをちょっと想像したりしながらつけてあげるといいと思います。で、いろんな位置から見てあげて、で、前だけではなく後ろ側もつけちゃいます。固定します。結構つけすぎじゃないっていうぐらいつけた方がこうずれなくていいと思うので、私は結構たくさん待ち針をつけちゃいます。で、いろんなところから見て、で、ちょっとずれていないかなどを確認をして、縫い付けてからあ、ずれてたなって気づくと結構直すのが大変なので、縫い付ける前に微調整をしてあげます。で、何度もこういろんなところから見て確認をしたら縫い付けます。で、とじ針でつけていきます。糸に対してちょっと細めのとじ針を私は使うとつけやすいんですけども、太い方がいいなという方は太いとじ針とかでつけてみてください。で、ここから少しずつ1,2,3,4前からでも後ろからでも大丈夫なので、前と後ろ一緒につけちゃってもいいかもしれないですね。後ろに出して前に出してという感じでつけてみます。前をぐるっとつけてから後ろをつけても大丈夫です。
あとは最初はザッとつけてしまって、である程度安定させてからちょっと浮いてるところなどは後から細かくつけてもいいと思うので、結構耳とかってパーツをつけるのって大変なんですけども、出来上がりはきっと愛着が湧くと思うので丁寧につけてあげてください。でざっとつけたら、大丈夫そうだったらとじ針を取って、あとは緩んでいないかしっかりつけてあげます。で、耳が安心なぐらいついたら糸処理をしておきます。ラウの後ろの方に出して、で、心配な方は玉の辺などをして中に入れておくといいと思います。片方の耳がつきました。で、そしたらもう片方もつけておきます。で、つけてるうちに顔がちょっとこう歪んでしまったりしても、後からこうとじ針でこう調節をしてあげれば大丈夫なので、気にせずにしっかりつけてみてください。ではもう片方もつけていきます。はい、両方耳をつけてきました。で、そしたら、クマちゃんと同じように、体、手足、あとは尻尾をつけていきます。で、一番最後に口元をつけて、お鼻と目をつけていきたいと思います。で、つけ方は同じなので省略させていただくんですけども、なんかわかんないなという方は、クマちゃんの仕上げの動画を見てみてください。では、顔から下の部分のパーツをつけていきます。はい、口元以外のパーツをすべて縫い付けてきました。で、そしたら今度は一番最後口元のところをつけていきたいと思います。場所はどこでもいいんですけども、私はだいたい上から中心の部分から数えて19段目20段目の間ぐらいに中心を合わせていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19段目が見えるぐらいですね。19段目と18段目の間にこの中心が来るように、だいたい真ん中を合わせて、
で大体の場所を決めたら、まあ、これはどのくらいでもいいんですけども、私は19段目、ここが19段目になります。7段分入るような感じですね。1,2,3,4,5,6,7段分、7段8段分こう下がったぐらいがちょっとぷくっとして可愛いかなと思います。で周りに待ち針をつけて、で中に少し綿を入れてぷくっとさせたいと思います。でいろんなところから見て曲がっていないか確認をしておきます。でそしたら周りを縫い付けていきます。はい、ぐるっと縫い付けてきて、少し間を空けています。で、そこに綿を少し入れてぷくっとさせたいと思います。で好みの口元になるまで綿を詰めたら最後縫い付けていきます。そしたら糸処理をしておきます。はい、口元をつけてきたら今度はお花の刺繍をしていきます。これはくまちゃんと同じになります。私は1段下がったところですね、ここが縫い付けたところで、これが一番端のところになるんですけども、それの下がったところ、こことここを2段分でお花をつけていきます。これうさぎちゃんは3段でもちょっと長めのお花でも可愛いかなと思うので、お好みでつけてみてください。であとは目をボンドでつけて仕上げていきます。はい、こんな感じでできました。で少しくまちゃんよりお花が大きくなっちゃったかなという感じはするんですけども、だいたい目の大きさとかもすべて同じになっています。で耳も少し大きくしてみました。で座った状態で耳の先まで測ってみると、だいたい35、6センチぐらいの大きさになっています。で大きな編みぐるみになるので、各パーツを編んだり、あとは綿も結構たくさん使ってしまうかなと思うんですけども、編み上がりはきっと可愛いと思うので、並べて置いていただいても可愛いかなと思います。もしよかったらうさちゃんも仲間に入れてあげてみてください。では今回はうさちゃんの耳の編み方のご紹介をさせていただきました。
何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。キリナナでした。